できたよ。いくよ、せーので。じゃあそっち、あ、私こっち、うん、そうそうそう。じゃあ引っ張って、引っ張って羽を取るからね、一気にね。うん、分かった。じゃあ、せーの、ベリッ。あ、よいしょ。すげえ、鶏。大丈夫大丈夫。ちょっとびっくりしたよね。すごいドキドキした。そんなに強く引っ張ると思わなかったから、いや、ちょっとびっくりしちゃって。一気にいった方がいいんだって、これは。なんかね、こうやるよりも、ここにね、切れ目入れてビッて引っ張ると一気にやれるよって、隣のね、長谷川さんが教えてくれてたから。そうね、確かに綺麗に、ね、ほら、そうね、ないのよ、ないの、全然こう毛羽立ってるところが。すごい、なんか本当にこう命をこういただいてるっていうことなのよね、これ。そう、ありがとうございます。じゃあ、さばくよ、俺。うん、しゅ、ばっ。びっくりした。さっき、ピリとか、カとか、結構、いや、私からするとショッキングなことだったから、ごめんごめんごめん、急にやっぱり立ってくるから、うん、ごめんね、なんかショックが大きかったかもしれない。でも、生きていくってこういうことだっていうのは、私もやっぱり、そうなんだよ。あなたと会ってから、うん、なんか、のほほんと何でもこう用意された中に生きてきたから、うん、なんか慣れていくと思う、慣れていくと思う。嬉しいな、ゆうこちゃんがそういうふうに思ってくれる。いや、本当に良かった。ありがとう。じゃあ、私、昨日教わった火起こすやつ。あ、ちょっと。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。もう少し残ってるんだ、こっち。ここから、内臓を取り出したりとか、あるから、そうよね。そこはちゃんと見てほしいんだ。そうよね。こう、腹の方をさ、出して。長谷川さんがやっぱり言ってたんで、一気に行った方がいいっていう話。これも一気だね。分かった。うん。で、ここ、線を入れる。よし。じゃあ、今度は、ゆうこちゃんが手を入れて。え？うん。え？あ、ちょっとまだ早いかな。いやー、やってみよう。でもこれはさ、慣れだから。ああ、そうだね。うん、最初はいきなりゆっくりやるっていうよりかは、もう一気にガッてやって慣れた方がいいって長谷川さんが言ってたから。あ、そうだね。うん、分かったわ。うん、え、うん、ああ、疲れてる。うわ、ごめんなさい、ごめんなさい、ゆうこちゃん、ごめんなさい。ゆうこちゃん、え、ちょっと待ってよ。え、いやだって一気にって言ったじゃん。私、お腹の中に手入れるって、いや、すごいなんか変な生温かさもあったからびっくりしちゃって。ダメだよ、ついなんかお腹の、私のお腹の、それは自然に対する冒涜だよ。ごめんなさい、片付けるわ。いや、いい、それは自給自足だ。え、うん、何言ってる。ほら見て、ほら、また鶏たちが集まってきて。食べなくていい、うん、やめて。これはやめて、ゆうこちゃん。だってこれは私たちが食べ、これはこの子の子供たちなんだよ。だから、ゆうこちゃんが子供たちじゃない。何言ってるの、違う、違うわよ。何言ってるんで。わかるけど、こんな循環は嫌よ。私の今ものを、君が今この鶏を掴んで、あんた異常だわ。え、ごめんなさい、異常だわ。異常って言ったね、君。だって、いや、考え方はやっぱり薄々、いや、僕はね、そうじゃないかなと思ってたんだ。異常は言い過ぎたけど、でもいつも長谷川さんがね、また長谷川さん、これは君たちの会って言って、コンビニのおにぎりの袋だよ。なんか私、お腹が空かない、お腹が空かないって言ってたから、おかしいなと思って。長谷川さんのことばっかりじゃない、本当のこと教えてあげるよ。長谷川さん、ポテトチップス食べてたわよ。私見つけちゃって問いただしたら、時々は食べるとかで、冷蔵庫の奥にも加工食品実はいっぱい隠してて、この調味料はどうしても自然からできないんだよね。ちょっと待ってくれ、てへとか言ってたし。ちょっと待ってくれ、冷蔵庫使ってたのか。使ってるわ。何、あの人、何言ってたわよ。自然の冷蔵庫、本当に自給自足なんかできるわけないでしょうって。ないだろ、母てへへって言って言ってたわよ。全部嘘じゃないか、ちゃん。ゆうこちゃん、そうだったのか。だから私、ちょっとあなたとはやっぱり住む世界が違ったかもしれない。え、私はやっぱりもう出来上がったお肉食べたい。私、ケンタッキーフライドチキンはやっぱり諦められない。ゆうこちゃん、
クリスマスバーレルにしようと思ったのに。